本当重いものを動かせるパワーだ。トリック運動エネルギー欲しい。だから痩せるじゃないんだなってなったから。ありがとう。おぬしで梅丸はいっぱい食べてもいいくらいなんだ。何このえすごい。初めて頼む。寝るとかもね強い。筋肉補給だよ。やった。ちょっと筋肉分解が進んでるんで。大谷翔平ムーブだったらこの後寝る。大谷翔平さんはヤバい生活してる。すごいよ。デッドリフトだって225だ。はい。250とか250か。いける確か。うわーって上げるんだ。やばくない？それはスターだわ。ベンチ250キロ大谷翔平。あのデッドリフト。あ、デッドリフト。マジすごいよ。じゃじゃーん。すごいね、この料理。見ました、皆さん。あ、お米もある。うわ、来た。これ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 。来た。味するかな。ハラミと鶏をね、選択できるんですけど、ハラミ 80g の鶏200ですね、これね。これ 200g なんだ。200で、米も全然タレは、タレめっちゃ味濃いんで。へぇー、そう好きな全然これでいい。これや。え、箸それなの。あー、すごい。え、これ夜も頼める？夜ない？いや、あると思う。多分俺んちの子ないんだよ。大丈夫、大体の範囲がそれぞれ分かるからやめろ。大体の範囲が分かるから。確かにお前一緒に頼めるのってことはってことはあっちの方もう割れてんだから。でもどんなもんでもそうだけどさ、同じもの食べても無理じゃない。無理なんだよね、あれは。確かにボディービルダーはそれがすごいんだよな。俺それで結構適性があるかもしれない。その1週間同じ飯いけちゃうタイプだ。あー、いや、すごいわ。タイプあるよね。ダイエットに向いてる。残り物とかですからもう結構無理だもん。へぇ、まあ、2日食べてください。いただきます。もう、下手すりゃ1日3食で1週間寿司でもいい。あ、ほんのあるの。いただきます。俺はマジで1週間寿司余裕だわ。俺3日まで気づかなかったもん、この話。でも寿司は実質あれ、いろんなもの食ってるじゃん。まあね。うわー、じゃん、またこういうのもなんか一発食う分には、ああ、別にうまいやんって言うんだけど、うん、サラダチキンとかの人は、久しぶりに食うとクソうまいじゃないよ、うん、で、うん、2本目からもうクソほど臭くなる。くっせ進化せやんって言う。進化せ実質な。え、これいいよね。これうまいよね。油感じないよね、これ。うわ、パサパサという褒め言葉を与える。へぇ、岡崎もっと今度増えてほしいな。うん、筋肉食堂さん、岡崎来てお願い。筋肉食堂流行らせるんでって。あの、もうな、週15とか食うんでお願いします。全国にある。東京らへんじゃだけじゃないかな。宮下パーク数店舗だった。あー、嫌だな、そう買えないとこ行くってのは。私なんか、なえるな。確かに、でも贅沢よ言うて。安くないもんね。みんなね、自分で頑張って作ったりするからね、うん、若々しさはないよね、これ。みなぎってきた。カツ丼とか俺食っちゃうから、今から。そしたら今から。そしたらね、頑張って目標体重に行ってキープに入った時の爆食いが俺楽しみなんよ。あ、その気持ちはあるんだ。うん、じゃ正直数字どうでもいいからね、見た目の問題だからさ。うん、ほんとそう思う。まず俺の第一段階目標として65にして、そっからちょっと見た目にこだわってみたいな。まあでもこれ週1でいいな。まあ週1ならいいな、週1ならな。うん、たまになら本当全然いいね。まあ、うち美味しいんだけど。うん、美味しい。気持ちよくはない。気持ちいい。そうだね。食べ終わった後、美味しかったね、楽しかったねって言いたいもんね。美味しいよ、やっぱ楽しい。楽しいね。これがやっぱカツカレー。飯はエンタメだもんな。本当に食事系のダイエット、意外と俺向いてるなって思ったわ、飯に対する気持ちで。結構何でもいいもん。もともとデッツ、あれだもんね、適当だもんね。うまいもん別に好きだけど、なくてもそのままだから。人によるんだろうな、向いてるダイエットは。早い、安い、うまいの順番で大事だから。うん、楽しいね、ダイエット。おもろいよね、意外とさ、普通にこの中の3人とかさ、ジムでさ、毎週ヒーヒーってやってると思うと、おもろいよね。差がついてるんだろうな。今2人、
芝居も。芝居も。レギュラーメンバー、ことたけし君。なんかついてんだろうな。うん。だってマスマスさが。縄跳び7分間とかノンストップで食べるよ。まあ、すごい。すごい。体力半50分の時にさ。疲れなくはなってる、俺。新参者だけど。あの回数で終わってんのありえない。うん、ありえない。まあ、飛び方は自由で、自分のペースだけど、トン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 ぐらいで。ね。引っかかったら1回だけだったじゃん。すげえな。縄跳びはいいよな。楽しいんだよな、別に。そうなんだよね。泣くんだけどね、途中でマジで破滅してるよね、顔途中俺とかキックさ、上半身だけで蹴っちゃうからさ、マジで速いの、2人よりバテるのが。ああ、なってたね。なんか、あれだけめっちゃ俺速いじゃん、バテるの。ほんと泣いてるんだよね、普通に。週1でも体動かしてたら衰えなくなりそうだな、うん、マジで変わる。僕なんか、なんていうの、もともとパワーとかないからさ、そういうのの衰えはもう逆にあんまり感じないんだけどさ、うん、運動神経の衰えを感じちゃうんだよ、もはや、うん、あ、フォームくしゃくしゃになってんじゃんみたいな。いやそれすっごいわかる。もう走り方忘れちゃったもん。やれてたことができないってなっちゃう。でも思い出せるよね。うん、ちょっとやれたぶん簡単に治ると思う。マッスルメモリーはね、消えないからね。マッスルメモリー、うん、あるんですか。筋肉の記憶は消えない。あー、この子供時代作った武田真治さんが言っちゃう。有名や、有名。大事だな。なんか目標があったらな、いいんだけどね。別にしたいことないからな。人生で初めて夏までに、の海までに痩せるぞが、うん、本当に冬に指導できたんだ。あ、人生で初めて。強制的に始めてよかったよね。行くしかないもん、本当に。それ戦いてえなとかそういう風になんないよ。てなる。めっちゃなる。いや、人殴りたくてしょうがないの。絶対になることない。キックボクシングやったら。なんか上手くなってるなって思うとさ、ミットじゃ物足りねえって思うんだよね。ここで柴山も通ってるんだったらあれだね。今度はもうちょっとね、質の高い。いや、本当にそうなると思うよ。もう本当にそうなると思う。もういよいよ普通にだもん。そうなると思う。全然。ただの試合になっちゃうからね。じゃあそことこうしたっけね。なっちゃう本当に。俺は本当に殴りたいけど絶対殴られたくない。もう無抵抗の人がいるんだったらバンバン殴る。リングに。華麗な。返してこないやつね。華麗なアウトボクサーになる。そこまで良くないんだな。戦いたいっていう。戦いたいないな。遊びたい。あれ自体が目的だ。スパーリングで遊んでおきたいっていう。試合いてディフェンスの概念ないからさ、全然。あ、ないんだもん。まあ、エクササイズ寄りだもん、なのか。こうやられたら一応候補 やるけどみたいな。まあそうね、エクササイズはね、超えてんだよ。うん、なんか、ね、別に試合やりたいって言ったら全然出れますよっていうのにしてくれてはいる、うん、けど結構容赦ないもんね。結構容赦ない。じゃあ、なんかいきなり腹筋70でいいんだよね。やばいよね、あの01でマジでやばいと思う。やばい。アップなしの、なんかまあアップで終わってんのか。でも東京でエクササイズのクラスみたいなのに一応参加してみたんだけど、うん、クソ余裕だ。01に比べると余裕すぎない。最終的に腹筋軽く、今日腹筋軽くっつって合計やっぱ全然100やったんだよ。軽くだ。軽くから、うん、やばで、最後腹筋やっときますか。最後腹筋やってきますか。泣きながら V の字。いや、音変わったよね、やっぱり。音ミッド打ちとかでさ。ああ、変わったかね。みんなが出してる音が変わってんだよ。速くなった、普通に。でも試合やるなら本当に芝とし完璧なサイズ感なんだよね。全く知らんもんね。全く一緒。何か体重も全く一緒。めっちゃいいじゃん。全く一緒だよ。マジで試合すんなら即決定なんだよ。でもでもさすがに利光のが強いってイメージがあっちゃうわ。なんか、うん、なんか分からんけど。俺もそう。なるほどね。まあなんか基礎の能力が高いよね。野球やってたからさ。ねえ、分からんね。高校運動部っていうのがだいぶ違う。うん、そこでやるかやらんか結構でかいもん、うん、一歩みたいに釣り船やってたらね、まだ私も体重で合わせるなら俺も、うん、でもここ4人みんな合わせれそうじゃない。体重俺が一番軽いんだよね、しかも芝居も重いよね。64。あ、ちょっと軽いな。4.5。
あ、でも今マジか。さすがにそれは厳しい。アマチュアが軽い時あるよ。アマチュア5キロ刻みって言ってたから、だから60から65に合わせる。じゃあ別に全員試合できるの。65から70に合わせるよ、さすがに。だから俺増やしてって感じじゃない。増やすのは一緒なのね。本当にハマりそうじゃない。本当にハマる第一歩のサブちゃんみたいになってるじゃない。もしね、その、だから俺はさ、一回見に行ったのよ。名古屋の高架下でリング立てて、もう人がわらわら集まってるアマチュアの、うん、大会みたいな。久屋大通りの、うん、とこだよね。あ、大須の手前の。そう、あそこもそう、あの高架下で、まあまあ、あそこでやってんの見学しに行って、ちょっと、うわってなったとこだった。闘志大盛り燃えてんの。写真送ってきたもん。4人いれば、トーナメントできるからね。したら準備いかんといかんくなるな。決勝は2ヶ月後とかね。しっかり直してもらって。ガチだ。試合ってあれもう、ほんと8倍疲れるよね、試合中って。いや、マジでなんか。でもなんか体重なんだね。なんか結構不思議じゃない？体重で分けるの。ぱっと見慎重な感じするやん、なんか。うん、かリーチとかもだって長いわけやん、戦闘回収なんか。でも体重なんだね。攻撃力的に分かってるんだね。やっぱ体重重い人はベンチ上げるもん。筋肉量勝手に変わっていくっすよ。僕じゃあみんなのとこに行くまでに10キロ増やさなきゃいけないから、相当差があるんだね、強さとして。確かに。こっち延長手術受けてこうズームパンチやる。歩き方もあるじゃない。バランスが。ここ増えた気がするんだよ。適正体重的には何キロなの？178cmだと。でも67度かな。ああ、じゃあちょい下回るぐらいなんだ。うん。今俺ドンピシャかも。確かに。理想的な体型なんだ。いわゆる理想的なハーフ。あんな生活してて理想的まで来たか、すごいな。もう2、3キロ増やせるんだよな。70キロだとしたら。パワー乗せれるじゃん。もうちょっと。筋肉もつかないもんね。そっか、確か筋肉ついてる。要はなんか根っからのその長距離ランナーみたいな体型してるもんね。体質悪そうだよね。走っちゃうと筋肉落ちるしね。まあそうね。走るの禁止。ランニングしない方が筋肉つくんだよな。ランニング全くしないわ最近。確かに俺もランニングいらねえなって思った。自分のその使う筋肉とか体力的にランニングをする必要ないなって。で、カロリーを使って痩せるっていうよりも代謝を、基礎代謝を上げて痩せたいから筋肉量をつけてって。ランニングそうね、むずいね。うん、意味ないことはないと思うけど、うん、まあ筋肉、理想的な体を作るのには必要な体力は今のこのめっちゃ動いてっていうのがいいな、いいなって思った。とりあえずスタジオにちょっとサンドバッグ欲しい。ここ硬いかどうか自分でサンドやめて。これやるとさ、培ってきたものが分かって気持ちいい。ポッポってやると。おー、いやでもマジで増えてるわ。マジで増えてる。ここにいるんよこれが。気持ち嬉しいこれ。ちょっと動かせるように練習しといた。確かにブクル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 ンってやつ。いやー頑張らないな。ああでも、いやー、来てるね。カチカチになってる。カチカチだ。キモいな。ちょっと座っててよ。ああ、来てるわ。もう満足しました。これね、多分てつやね、このキモいなーっていうやつね、多分てつやがサウナの人たちに。うわあ、でも確かにこれ一緒だと思う。これまずいわ。これも一緒だと思うよ。別に勝手にせいやってことじゃん。そんなの ね、いいことだし。だけど、キモい。筋肉がどうこうのかね。いやー、どこで、あー、いいな。キモいんですよ。危ない、それ5人がやられてた。これ、うわーって。5人がやられてる。5人がこんな飯食って、うん、いや、これしか入れないんだよって言ったら。って言ってみんなにこう言いましたから。駅前なんか、筋肉食堂できたら、行かねえ。行こうか。何も聞かれずに昼ご飯これになるんでしょ。最低。圧倒的多数がこれだったらやばいな。てつや、今年の夏はタンクトップが増えるかな。やっちゃうか。8月タンクトップ制やっちゃうか。キモいからやめてくれ、普通に。それは。いや、ピッチ目のタンクトップはね、やっぱやだー。着れるようになりたいよね。まあそうね。いや、タンクトップをかっこよく着こなしたら本気だよ。なんかタイプ的に年見さいけど、俺違うよ。タンクトップ
人ではないんだ。タンクトップ似合うとシーツだけなのよ。ちょっとね、身長があるからムッツヤなんか違ったタイプ。タンクトップちょっと何系なんだろう、ね、今年のタンプレタンクトップに座ってだる。俺もゴールドジムなのデロンデロンのみたいですね。ここバカバカに焼いてるやつ。全然ちぎるやん。なんでタンクトップ着るの恥ずかしいんだよな。あ、気づいたら筋トレしてた。うるせえ。一応俺ツイッターでね、1ヶ月おきにあの経過報告してて、先月はその月末になんかで食べ過ぎちゃって、そのリミットを俺の決めたリミットに行けなくて超えてたんで、なえて投稿しなかったんですけど、今月末からちゃってやりますんで。あのさ、なえたんだ。結果、自分の持ってないものになるとさ、うん、見なかったことにするよね。今月かもしれない。7月1日、俺は65キロでスタートするはず。と、ここで宣言しておきます。おお。万年72キロ男が、年末年始で74になって、1年放棄。早くは今から新しい海パン買っとかんともう買えんくなる。はい、買えんくなるっていうの一番いいやつでもう一番欲しい時にはもう売れちゃって買えない。ダセー海パンでプール引くから。そんな思い出ないけどね。そんな売れるっけいいやつって欲しいです。在庫ないですやっぱこういうやつのタンクトップは着るわ、うん、今すごいタンクトップ精神だよ。2ヶ月後の海をその想定してその海パンと水買わないと、うん、いや下むしろ下どうでもいいんだよ。上だけ見てくれいいんだな。バカだな俺。お前タンクトッパーだなマジで。利光の後ろロサンゼルスのあの海辺のマッスルビッチみたいな。なんかねショーツめっちゃ履いちゃうんだよね夏になると。筋トレとかダイエットはみんなねいいなって言った時今利光そのノリでタンクトップ、ね、タンクトップだもん。筋トレダイエット軍とタンクトップ軍になってる。タンクトップ正体や。もっと腕にシルバーマークとかさ。みんなで海パン買いに行くのちょっと面白い。海パン買いたことないね。確かにみんなで海パン買いに行く。いいな。タンクトップ買いに行くやつも取ろうよ。女の子がやさやっぱりラブコメのアニメでやるやつやん。なんで男がみんなで買いに行かんねん。うわお前ブーメランいいじゃん、ね、似合う海パンみんなで選びに行くっていうサブちゃんいいかよ。暇すぎ。でもそれマッチョじゃなかったら許されない。いやだからそれはもうおのおの間に合わせるしかない。男の水着なんかもう人太棚だろ。一人肉十番着てるやつ。いやわ夏はみんなで水着選びサブちゃん。じゃ水着選びサブちゃんのためにちょっとマッチョになっとこう。もう俺絶対フェイクマッチョ始まるってこれ。フェイクマッチョするしかない。じゃあ来夏っても来月何ね、もう来るんですよ、夏は。もう撮影しに行けるからね、それで言うと売ってるから、うん、タンクトップも。まあ今かタンクトップタンクトップないよ。タンクトップの種類もこだわるんだ。今ちょうど調べたとこなんだよね、タンクトップ種類を。やっぱいろんな形があるからさ。ゴロミツみたいなやつでいいやん。あー、ナダルンとしたやつ。あの、ここにこんなもあー、フレディみたいな。腕相撲も出ちゃって今強いってこと。強いよね。どうだろう。まあ、関係ない中では上がってるから、まあ、この筋肉は鍛えてないだろうから。でも全体の筋肉上がってるなら強いんじゃないか。なのかも。どうなんだろうね。これって結構良かったよ。うん、いや陸上部は上半身よりは強いくらいの感じだった。一回やったよね。しょいベーサーチのかタンクトップある。非常にやりづらい。チーズチーズがタンクトップやってるから。タンクトップするぞ。今ね、あのみんな腕相撲をやろうとしてたから。ベルサーチはタンクトップ。タンクトップ。ああ、意味は。いや、だえすかされてるやん。いいの笑いながら、いいわ。いいわ。よろしくないか。よっしゃ。てつやと俺だと、俺の方がちょっと強かった気がするんだよね。だっけ。いや、今は哲也より絶対強かった。ちょっと強かったやつって誰か。もう記憶ねえな。今は俺の方がジムに通ってはいる。うわ、いきます。おかしいシャキするな。じゃあ話したらね、はい、こうやって掴まない。掴まない。いきます。掴まないんだ。掴んでいいんだよ。掴んでいい。掴む派同士で。じゃあ支えて OK で。筋肉はね、使えますから。支えて OK のルールで。はい、いきますよ。レディー、はい。おお。おぉ。こっから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 
アテちゃん目がすごいの。ミピちゃん、ミピちゃんみたいに。こっからだよ。重力だ。ダメるぞ。重力だ。根性、根性、根性。こっから気合。こっからが本当の筋肉。巻き込め。本当の筋肉、こっからだよ。巻き。本当の筋肉。あー、すげえ。本当の筋肉。マジで釣り合ってる。辛い、辛い。名勝負だ。男臭いよ、これ。あー、いい写真だ。すごい、いい写真だ。いや、すごい。いや、これは全く分からない。嬉しいだろうな、これは。ね、どうしようか。いけるな。何やってんの。めっちゃ汗かいてる。すごい。へばったか。へばった終わり。先生頑張れ。いける、いける。先生頑張れ。頑張れ先生。頑張れ。てつやも脇からロープウェイみたいに降りてきてたもん。汗がマジ垂れてんじゃん。うわー、強くなってるわ。大丈夫、切磋琢磨してるな、お前ら。俺すごかった。いや、マジで右だけ筋肉痛になっちゃった。すごい。今のはずっと電気走ってたもん。いや、やばかった。ビリビリ、ずっとビリビリしてた。あー、でも確実に強くなって、いや、強くなってまして。あー、いや、しかし名勝負だった。今のは素晴らしい。また釣り合うとまた見たいな、二人の対決。確かに、3ヶ月後くらいね。これ筋鍛えんとか。この大会だけ。どこが力なんだ、これ。不思議。前腕とかじゃない、もう手首こう巻き替えたの。これ、はぁ、渋いよね。やっぱ体操やってただけあって、多分体いいんよ。なんかジムで見てめっちゃもう、体もいいよね。なんかいつものさ、あのヘタレ動きあるじゃん、スポーツの、うん、違うんよ。へえ。さすがに実力がしっかりしてると来てるわ。じゃあ芝居はなんかボールが苦手なだけなのか。ボールは苦手なのかもしれんけど、前にもジム行ってるから積み重ねもあるじゃん。体が覚えてる。夢に年一ぐらいでジムに絶対行ってんのか。強制的に。結構来始めて最初からパンパンって言ってたね。ちょっと気合い入ったわ、今の負け。ちょっと悔しい。今の接戦の負けはちょっと悔しいな。もうスタミナって感じだった。うそうね、時給に持ち込んだ感じだった。ここは30で悔しいっていう気持ちが生まれるのは素晴らしいことだね。素晴らしいね。もういいっすか。なんかそういう長かった、もしかして。これ来るまでっつってたからね。食い終わってその後に腕でも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 腕鶏肉盗難事件後編だからね、これ。これか。じゃあヒント全然間違ってるよ。ヒント腕相撲だった。盛り上がりすぎね、ダイエットというか筋トレの話になってからね。話も筋肉ね。で、タンクトップで盛り上がるかと思いきや盛り上がらなかったが終われた。わあ、タンクトップダメか。もう一回チャレンジしてる。年別がもう一回ね、あの夏にタンクトップ会やるからね、今度一回これでサブちゃん消してみて、うん、もう一回つまわしてみて、それもタンクトップについてね、今日は今からね、サブちゃん話していきたいと思います。回すチャレンジをしてみよう。いいよ。いや、まだ、まだね、ゲーム実況でね、俺、としみつタンクトップ視点っていうね、枠があるからね、俺、としみつ視点、としみつタンクトップ視点っていうのでやってた。意味わかんなかった。タンクトップの視点だから。だいぶ、この中だったらタンクトップに馴染みがあるから、としみつは今後、ね、サブちゃんでタンクトップについてこう定期的に語っていただいて。タンクトップなんか、インナーにタンクトップ着るやつおるじゃん、うん、めっちゃ意味わかんないんだと思って。あれは、多分汗とかが T シャツ長く着たいからってこと。いや、でもさ、すいません、SD が残り1分です。え、タンクトップの話がせっかく広がりそうじゃない。ちくしょう。SD すらも俺、タンクトップ嫌ってんの。タンクトップ好きじゃないよ。めっちゃ好きじゃ
からせる好きであれよ、まあ、頼むわ。じゃあちょ今期はありったけ集めるわ夏タンクトップの年にその姿はどれだけ見れるか、ね、アロハの中今年絶対タンクトップだから。確かにでシャツ好きだからちょうどいいね、うん、マジそう。どっちのモードにもなれるみたいなね。そうなんですよ。タンクトップ大好き